海に囲まれた日本の食生活には古来より魚などの水産物が食卓に並び、和食には欠かせない食材といえる。水産物の安定した提供を図るため、漁業では天然の魚を漁獲のほかに作り育てる漁業、つまり養殖などの事業も展開している。近年、世界規模で持続可能な水産物への関心が高まっている。その中で、未来に向けて資源の持続的利用や環境配慮への取り組みの証明となる水産エコラベルが重要となってきている。日本では今どのような取り組みがされているのだろうか。企業魂ナビゲーターの吉岡さくらです。このラベルをご覧ください。初めてご覧になる方もいらっしゃると思いますが、名前をマリンエコラベルジャパンと言います。今、世界的な規模で水産資源を見直し、未来へ向けて維持していこうという活動が拡大していることをご存知でしょうか。このマリンエコラベルジャパンは日本におけるその活動の一つになります。企業魂、今回はこのマリンエコラベルジャパンの意義やその活動についてご紹介します。東京港区赤坂、一般社団法人マリンエコラベルジャパン協議会、水産資源と海に優しい漁業を応援する企画認証スキームとして発足されたマリンエコラベルジャパン、通称メル。この制度の管理運営を行っている。どのような背景で設立されたのだろうか。水産エコラベルっていう考え方が始まってから20年経ってます。で、この間に世界で140を超える仕組みが生まれています。で、日本はそもそも水産国でありますので、日本初のそういう仕組みを、水産エコラベルを持つということは日本にとって極めて大事だというふうに思いますし、足元で言えばオリンピックだとか、あるいは水産物の輸出ということがあるので、日本にとってはこれが非常に大事だから、ぜひ作ろうということでスタートしました。日本初の水産エコラベル、マリンエコラベルジャパンの仕組みを具体的に見ていくことにしよう。メルは将来の世代にわたって最適利用できるよう、資源が維持されている水産物の証として資源と生態系の保護に積極的に取り組んでいる漁業と養殖を認証することから始まる。具体的な認証事例を聞いてみた。現在日本には4つラベルがあります。1つは MSC、 1つは ASC、 この2つは海外初である。そして日本初はメルト、そして AEL、 この2つであります。その中で日本ではメルが圧倒的な存在感でありまして、漁業と養殖の認証が49、そして流通加工の認証が67というのが現状です。メルに認証された製品には、その証としてこのラベルを添付し流通させることができる。その目的とは。認証をされた事業者がいらっしゃいます。そしてそれを消費する消費者がいらっしゃいます。この両者をつなぐものがラベルであります。で、当然のことながらラベルは、トレーサビリティも約束しますし、国産であることも約束します。一方、消費者の皆様は、そのラベルのついた商品を買うことで、自然の保護あるいは資源の保護ということに、積極的に参加しているということであります。メル協議会ではこのような取り組みをもとに、国際的にも認められ日本独特のさまざまな特徴を反映した日本初の水産エコラベルを目指しながら、日本の水産物消費の拡大および輸出促進を推し進めている。会長の垣添は今後の目標をこのように語った。まず GSSI の承認を取ることであります。その承認が取れたら、日本初の世界に認められるメルになれる。で、その結果、
2020オリパラの対応もできるし、そして日本の国策であるところの水産物の輸出促進に貢献もできる。でさらに今我々日本の社会が求められている SDGs、 これの14番目の目標の海の豊かさを守るということの実現にも貢献ができる。そのことは必ず日本の水産業を輝かせ、日本の水産物を輝かせるということにつながるというふうに確信をしています。